安飛行原スキー場は岩手県八幡大市足路町安飛行原にあるスキー場。運営会社は株式会社岩手ホテルリゾート。例年12月上旬から5月上旬まで滑走が可能。シンボルは4つの三角形で四季を表したマーク。日本有数の規模を誇り山形蔵王温泉スキー場と共に東北を代表するスキー場である。ゲレンデは 標高1305メートルの前、森山と1328メートルの西森山に広がる、ナイター設備あり、スキー場の他に、安比高原ゴルフクラブや安比高原牧場などもあり、滞在型のオールシーズンリゾートである。開発時には、亀倉優作がアートディレクターを務め、スキー場で目に入るすべてのものは亀倉がデザインした。 リクルート創業者の江添博正は、社員研修施設として、1978年7月、安比高原に宿泊施設とゴルフ場、テニスコート、アーチェリー場、オリエンテーリングコースまでついた、研修施設、レクロエデュケーションセンターを完成させる。この竜が、モリレックの整備を機に、江添は、折からのリゾート開発ブームに乗って、辺境の地であった。 安飛高原に大規模なリゾートセンターを作るために、奔走を始める。当時、安飛高原開発には20社近くが群がり、中でも丸紅が突出していた。だが、丸紅は、ロッキード事件で脱落した。すると、すかさず江戸へは、チャンス到来とばかりに、安飛高原獲得に勢力を集中させ、次第に、林野町や岩手県、青森栄林局等で構成する。 アウンヒチク管理運営協議会もエゾエを頼りにするようになった。エゾエはリクルートが安飛高原にいかに全力を注ぎ込んでいるか示すために1977年に経営が悪化していた森岡グランドホテルを買収してエゾエが信頼を寄せていた当時29歳の住宅情報編集スタッフだった高塚武をホテルの総支配人に任命した。 1980年10月、安比高原の総合開発を目指す、安比総合開発がリクルート48%、北海道東北開発高校20%、岩手県庁5%、他に地元自治体、マスコミ、岩手銀行などが出資して発足。社長には江添が就任した。開発計画面積は3500ヘクタールで、 山手線内側3分の2の広さであり、住民はゼロの無番地だった。だが、安比高原開発は東北農政局や林野町の反対があり容易に進まなかった。そこで、リクルートの幹部たちは、千田正岩手県知事に事業促進を働きかけるために何度も足を運んだ。ほか、江添個人で千田の講演会に150万円。 リクルートとして150万円の献金をした。また開業後の1988年にリクルート事件が発覚するが、この折には農林水産大臣を務めた加藤むつきの暗否疑惑がメディアで大きく取り上げられた。加藤の辞書と秘書名義でリクルートコスモスの未公開株が譲とされていたことが露呈し、大臣時代の加藤が安否開発で江沿いのリクルートが 主導権を握れるように工作していたのではないかという疑惑であったが国会では追求されたものの検察は手をつけることはなかった。1981年アンヒ高原スキー場がリフト合計6機で開業し4年遅れてホテルやスヒグランドも開業した。ホテルは客室を分譲するコンドミニアム方式を前提として建設された。バブル景気や4区ブームの頃 首都圏ナンバーの自動車に、うさぎのマークと、あっぴと切り抜かれたステッカーを貼るのがオシャレであり、流行した。スキーブームが収束すると、有名歌手の屋外コンサートの共催、ゲレンデに財布を持たずに、レストラン等が利用できるよう、キャッシュレスサービスの導入、夜間のライトアップを行うなど様々な集客策を講じた。2000年、暗記総合開発と森岡グランドホテル等を運営する。 岩手観光ホテルが統合して岩手ホテルリゾートが発足した2003年1月河野栄子リクルート社長時代にグループの借入金を減少させるため岩手ホテルリゾートをカモリ観光に売却したこれに伴いリクルートは運営から撤退した2016年6月カモリ観光がルスツリゾートに事業を集中させるためアジアゲートホールディングスと 海外投資家が設立した特定目的会社に岩手ホテルリゾートを売却した。このため運営事業者は再度変更になった。これらのほか白樺ゲレンデとザイラーゲレンデの間に長い連絡コースがあり、リフトも一本走っている。アンヒゴンドラヒ、常用リフトは通常運休、混雑時、強風時、イベント開催時などに不定期に運行される。 安比高原温泉ホテルに併設された温泉施設、安比温泉白川の湯があり、日帰り利用も可能。ホテル安比グランドの温泉も日帰り利用が可能。安比高原エリア入り口にローソンがある。スキー場からは 2km 以上離れているので徒歩でのアクセスは難しい。駐車場の一角にガソリンスタンドがある。安比高原エリア内ホテル安比グランド、安比プラザ、 アンヒ温泉白樺の湯、アンヒヒルズ白樺の森1.23を結ぶ無料のシャトルバスが運行している。また2019から2020シーズンからホテル安日グランド、アンヒヒルズ白樺の森3、アンヒ温泉白樺の湯、うどん店、ローソン館を運行する無料のアンヒ、ペンションエリアシャトルバスも運行されている。2014年9月27日、 開発を手がけた江ゾいの検証費が、スキー場のある前、森山や西森山、岩手山などが見渡せる草原に建てられ、リクルート OB や関係者、約200人が集まり、落成式が行われた。検証費は高さ約6メートルで最上部には、江沿いの遺品が収められた。ありがとうございます。